今強いとめちゃくちゃ話題のエリキリマ選手を使ってみたら使用感マジで最高すぎたのでご紹介。エリキリマ選手プレイしたらラインブレーカーで両ウイングと CFST、OMF ができるんだけど、どこで使ってあげても強い。ブースターはこちら、トータルパッケージプラス3でスカットにいる J2 リーグの選手のニーズによって能力値が変わる。能力値見ていくとこんな感じ。ドリブル数じゃそこまで高くないんだけど、決定力は90超えてくる。そしてこのスピード瞬発、スピード86瞬発96でボディコンも88まで上がる。逆足が使えるのもいいポイント。そしてエリキリマ選手、今回モメンタムドリブルが追加されたのがめちゃくちゃ熱い。それ以外にもミドルシュート、ワンタッチとワンタッチパスまで持ってる。実際に使ってみても使用感マジでめちゃくちゃ良かった。このシーンも中央でボールを受けて、このドリブル突破からのこの位置からインパクトシュート。このシーンも左サイドネイマールのドリブルからエリキリマ選手ボールを受けて、こっからこの斜めのドリブルからの最後は落ち着いてコンカー。この選手は今回のガチャで間違いなく一番の大当たり。そんなエリキリマ選手の今回の評価が